敗した時には原因だけが残る。今日すべきことは明日でもできる。明日できることはきっと明後日でもなんとかなる。今年の流行は来年の笑いもの。来年の流行は今年のつまはじ。疲れて喋りたくない時に乗ったタクシーの運転手は話好きである。全ての偉大な発見は間違いをきっかけとしている。テレビのロードショーでいい場面になるとニュース速報が入る。しかもその内容はどうでもいいことが多い。自分の欠点は分かっているが他人にそれを言われると腹が立つ。上司のギャグは笑えない。女の子が友達を紹介してくれる場合のいいことは性格のいい子である。キャンプで食べるレトルトカレーはものすごくおいしい。一人部屋で食べるレトルトカレーはものすごく虚しい。演歌歌手が歌い終わると声ともならない声でありがとうございましたと言う。全ての解決は新たな問題を生む。上司と一緒に昼食を食べに行くと上司が注文したものが一番最後に出てくる。手術の自慢話の大きさは手術の規模に比例する。声の一番でかいやつが発言権を得る。出会いは運命だったんだわと言っていたカップルが別れると運命はただの偶然に変わる。早く意気投合すればするほど長続きしない。キスの味とはキスの前に食べたものの味である。別れ話をする際に泣く女は鬱陶しく、泣かない女はふてふてしく、笑う女は殺してやろうかと思うものだ。絶対何もしないからといって女をホテルに誘った男は絶対何かしてやろうと思っている。一緒にいるのを見られたくない人と一緒にいる時ほど知っている人に出くわすものである。出た途端すぐ必要になる。全ての男性は一度女性に生まれ変わってみたいと思っている。しかしその動機は不純である。歯医者の言う痛かったら言ってくださいねは痛くてもやめないという意味である。物事は全てこうなってほしくない方向に向かう。ダイエットしなきゃという女は大して太っていない。言わない女ほど太っている。人生とは前向きに進むしかないが後ろ向きにしか理解できないものである。郊外のマンションのエレベーターにはわいせつな言葉が書いてある。絶好のチャンスは最悪のタイミングでやってくる。繰り返す。それが歴史の悪い面である。